バンガード、バンガードは、イギリス海軍最後のちょうど級戦艦で、同系艦はない。艦名は、戦艦としては三代目である。本艦は、装甲艦ウォーリアの流れを組む英国戦艦の集大成とも言うべき艦である。実際は、戦時中という状況下で、キング・ジョージ・ブイオ級とライオン級の設計に手を加えた、戦時急増艦との見方はあるが、充実した、対空。 レーダー閉装はもちろんイギリス新戦艦で問題となっていた不具合や欠点を解消すべく意欲的に現場からの改良要求を設計に取り入れた結果イギリス戦艦史上の最良の戦艦と呼べるものになったただし収益は対戦中に間に合わず選挙区に全く寄与していない衰退の機運濃厚な王国の存在を強調するのが 最大の任務であったと思われる。無条約時代を迎え、新標準艦隊、ザニュース・スタンダード、フリー,イートという十年計画を立案した、イギリス海軍は、その中で、戦艦二十隻の整備を構想した。二十隻の中には、ネルソン級戦艦二隻、大改装を施したクイーン・エリザベス級戦艦二隻、クイーン・エリザベスと、バリアント、同じく大改装後の3隻の重要戦艦が、 含まれており、新戦艦の収益に伴い順次退役、更新される予定だった。退役予定とされた5隻の R 級戦艦については、おろした、主砲塔を転用して、安価に高速戦艦を建造する構想が1937年中には、すでに存在しており、1940年度計画にて、第一艦が着工される予定だった。 東洋艦隊向けとされるこの高速戦艦プランが後に発展し、バンガードとなる。1930年代後半のイギリス海軍は、キング・ジョージ5世級戦艦5隻に続いて16インチ砲球門を持つ新造戦艦ライオン級を1938年から設計し、1939年に2隻が寄港されたが、折しも第二次世界大戦の開始により、 苦境に立たされたイギリス海軍は、巡洋艦以下大量の補助艦艇を建造するため、第四級の建造は中断してしまった。しかし、ドイツ海軍のビスマルク級や日本の新戦艦、ヤマト型への対抗のためには、キング・ジョージ5世級を凌駕する新戦艦が必要となった。また1939年10月14日に、早くもロイヤルオークが失われており、戦局の推移によっては、 さらなる戦艦の喪失も憂慮された。この時、第一次世界大戦後に、航空母艦へ改造された大型軽純美艦、グローリアス級二隻が搭載していた、マーク一一三十八点センチメートル四十二後継砲と十五インチ砲塔が、軽四機がすべて倉庫に保管されていた。また、未使用の三十八点一センチメートル砲の方針も、また十分な在庫数が、倉庫にあり、 方針はこちらを用いた。そこで、船体と機関は、ライオン級の設計を流用し、製造に時間を要する手法は既存の15インチ法を流用することで、建造機関を短縮した、戦時急増の新戦艦を整備することが1941年の戦時県艦計画で出れた。高速戦艦の不足を有料するチャーチリ首相の、 強力な後押しもあって本館は1941年10月から建造が開始されたのである。艦名は寄港後の11月にヴァンガードと命名された。なお2番艦以降には当初予定通り R 級の手法を転用し40年度2隻、41年度1隻、42年度1隻を寄港する構想もあったがこちらは実現しなかった。 1939年7月には、戦時急増戦艦の設計案が作成されたが、1940年2月に再設計された。要求性能として、速力29.5ノットという巡洋戦艦並みの高速性と20ノットで7200回里を航行、可能とし、同時に、キング・ジョージ5世で問題となったバイエンの逆流の問題や、極寒の大西を、 高温多湿の植民地における乗員の居住性の問題などを解決するために数々の新規軸を知るべすることとなった。このため基準排水量は4万1200トンとなった。その後、千君から得た。 改良点を盛り込んだために排水量が増加したことからポーツマスなどの国内ドックのサイズによる制限が撤回れたことにより1941年4月には基準排水量4万2千トン、満載排水量4万8千トンで水泉長244メートル、全幅32.9メートル、満載喫水10.06メートルという巨漢となった。1942年に さらに改良が加えられて、外観上では、艦首の傾斜を増し、プリンス・オブ・ウェールズの創出から得られた戦訓により、講述される耐水雷防御の強化が行われた。本級の艦隊構造は前級より踏襲される、典型的な平ら艦艦型船体である。前級と大きく異なる点は強く傾斜した、クリッパー型艦首と顕著に視野、反り返りがつけられた、艦首艦艦が、 外観上の特徴であ。元来、英国戦艦は一番砲塔を監守方向へ、行革レードで射撃可能とするために、監守の反り返りは比較的に小さかった。しかし、高速艦である本艦は高速航行時のしのげなみ性を高めるために、監守形状を多国同様に反り返りが強く改善した。この改良により、本艦のしのげなみ性は概要で改善された。 手砲として38.1センチメートル連装式の手砲塔が背負い式配置で2機、その背後に全球よりも大型化し、箱に近い形状となった塔型環境が立ち、その頂上部には英国戦艦市場で最大級となる9.2メートル速距離1機と MK37 対空射撃式装置が背負い式に設置されていた。の背後に軽量な三脚型の部マストが立ち、 そこに、各種レーダーのアンテナが設置された。環境の背後に日本煙突が立ち、煙突間は関西艇置き場になっており、一番煙突の基部についたトラス構造のクレーンが、片原1基ずつ、計2基で運用された。本館は、県館当初は、キングジョージ5世紀級と同様に、船体中央部に水上規格の小屋、固定式型パルトを設ける予定であったが、 建造中の1941年に中止となった。二番煙突と後部即挙技塔との間に簡素な三脚式の後部マストが立ち、その後方に両用砲の射撃式装置が設けられていた。後部甲板上に 38.1cm 連装式手砲塔が後ろ向きに背負い式で2機が配置される。38.1cm 砲塔の調達先は、 監守側がグローリアスで艦備側がカレージャスのものである。副武装の13.3センチメートル法は連装砲塔に収められて関西艇置き場を境に前向きに背負い式に2機、後ろ向きに背負い式に2機の片耳4機ずつ軽発機を原則配置した。原則甲板上は13.3センチメートル連装両用砲が占めているために近接下機は 全土急戦艦のように、上部構造物に、張り出し、スポンサーを設けて配置せざるを得なくなり、対空機関砲の母砲水 4cm6、連装機関砲は、環境と一番煙突の側面に設けられた張り出しに2機ずつ、2番煙突と、後部マストの側面に、片元2機ずつと、対空式書の背後に1機、完備末端部に1機の、計10機が配置された。 他に 4cm 連装機関砲を2番、主砲登場に 4cm 単装機関砲を分散配置した。艦尾構造は英国で建造された戦艦として初となる垂直に切り落としたような艦尾形状のトランサムスターン型を採用しているのが特徴で、これにより艦の全長が抑えられた。水扇下にはスクリュープロペラに挟まれるように、 中心線上に一枚火事が配置されていた。なお、艦隊の建造工法は、アメリカ・フランスの新船艦で、積極的に用いられた電気溶接接合ではなく、本艦はリベット接合を全球に引き続き用いており、電気溶接は非強度部材のみに限定していた。そのわけは、戦時建造という事情が深く関わっており、溶接技術自体はイギリスにはあったのだが優秀な、 溶接工は潜水艦建造へと優先的に回され、積数的に余裕のあった戦艦建造へのリソース配分では、熟練工の多いリベット接続に頼らざるを得ない背景があった。そのため、本艦の船体重量は設計時よりも増加し、しわ寄せが船体強度に及んでしまった。また、行動海域を冬の北海から、 熱帯地方の植民地まで幅広く適用させるために、設計段階から管内空調の大幅な強化がされたが、その断熱材としてアスベストを船体各所に多用していた。射撃式装置は最新型のマーク V 型ファイア、コントロールテーブル、FCT、ファイアコントロールテーブルが搭載され、 環境のトップに9.2メートル速距離と274型レーダーが装備されており、ファイアコントロールテーブル、FCT、ファイアコントロールテーブルは最新の射撃式装置、アフクと MKX で完成された。また弾着観測用に930型弾着、観測レーダーも装備された。副砲は、アメリカ海軍の射撃式装置、MK37 が採用されており、 射撃式装置の上に、イギリス製の275レーダーのパラボラアンナ2機を搭載したために重量が16.5トンにもなった。本艦の評価を下げているのは、第一次世界大戦前に設計、開発された、1915年式マーク138.1センチメートル42口径砲を採用しているために、戦艦の基本である、全球よりも有力な攻撃力を持つを満たしていない。 ことが挙げられる。すでに、英国海軍ではちょうど急戦艦、ネルソン級で 40.6cm、45、後継砲という 38.1cm 砲を超える火砲を開発する能力を持っており、条約にとらわれない本艦には当然ながら 40.6cm 砲を搭載するのがセオリーではあるが、前日の通り既存の砲塔を流用して建造コストを下げ、 建造機関短縮を主目的としているために、英国海軍では、門としなかった。製造当時の能力は、重量 871kg の手砲弾を、最大行角20度で射距離 21,702m まで届かせることができ、射程 13,600m 台で、原則走行 305mm を抜く能力があったと記録に残っている。 砲塔の不行能力は、行角20度、不角3度で、発射速度は、毎分2発である。同種の砲塔を採用した、クイーン・エリザベス級戦艦や、ロイヤル・サブリン級戦艦らは、第一次大戦後の近代化改装で、射程距離と攻撃能力を向上させる改良が、行われ、これらの実績を踏まえて本艦に搭載するにあたっての、主砲塔に改良が加えられ、砲塔の旋回機構、 球団機構や弾薬庫形状を改良した形式名マーク 1NRP12 砲塔として更新された。改良後の性能は重量 879kg の手砲弾を最大行革30度で射距離33,380メートルまで届かせることができ。 射程19840メートル台で、原速走行305ミ、mm、リメートルを、射程29720メートル以上の距離では、甲板走行152ミ、mm、リメートルを抜く能力、あったと記録に残っている。不要能力は、行角30度、深く4.5度で、装填角度は、行角20度から深く4.5度の範囲で装填が、できた。発射速度は、毎分2発である。 なお、本艦の砲塔は大行角を取るために前立ての上部と天外の全部を大きく切り書き、間をキャンバスで覆っている。砲塔の不行角、旋回等の動力は水圧動力を用いていた。装甲艦鉄力は近距離ではネルソン級の四十点六センチメートル砲にやや、劣るが遠距離砲戦での水平走行に対する打撃力はやや上回るだけの能力を持ち、 全球であるキング・ジョージ V ・ヨキューの35.6センチメートル方に比べると全距離で走行間鉄力は上回り、また砲弾重量は全車が721キログラムに対し本艦は879キログラムと一発、あたりの打撃力は圧倒的に上回っており、正車重量もキング・ジョージ V ・ヨキとほとんど変わらいため、全く他国主力艦と戦えないということもなく、 搭載にあたって、新型スーパー、ヘビーシェル砲弾、戦争勃発等の理由により開発されず、運用能力と、薬質拡大、前述の通り業格の増大による、長射程下、最大射程21,702メートル3 3百8 0メートル、高線距離の短い欧州線に限定するならば、十分な性能であるといった、初改造も受けて、 第二次大戦時の戦闘にも耐えうる能力持っていた。副砲は、キング・ジョージ5世級と同じく1940年に採用されたマーク I13.3cm50 口径両用砲であるが、新型砲塔であった。この砲を連装砲塔に収め、旋回角度は160度で、発射速度は毎分9発、行角は70度で、深くは5度、最大射程は、 行角45度で射距離21,397メートル、最大行角で高度14,935メートルで、カタログデータでは優れるが、実際のところは、方針の上下する速度、旋回速度が普通の弊社用砲塔と大差なく、ドイツ空軍の急降下爆撃機への対処は困難だった。砲弾装填は人力であったが、 水上放戦での威力を重視したため砲弾重量は、36. 3 6 3ラムもあり、日米の1 2 7トル砲弾で約25から2 8ラム、動力装填式のフランス1 3トル砲弾でも3 2ラム、速射性を阻害していた。これは重量が4 0 8ラムまでならば人力で速射が可能であるという間違った見解に基づき、 弾薬砲形式、砲弾と装薬が一緒。通常は動力装填式に多いにしたため、人力での装填作業を継続困難にした。しかし、対水上砲として見れば、速射能力は弊射法と比べて早く有効な副砲と呼べるものである。他に、対空火器として英国軍艦に広く採用されている、1930年型マーク8ポムポム砲。 パーム、パームガンではなく、スウェーデンの防砲射精、4センチメートル、56、後継機関砲を採用している。この砲は、重量0.89キログラムの機関砲弾を高度7160メートル、先まで飛ばすことができた。これを6連装砲がで10機、連装砲がで2機、単装砲がで9機系73門を装備した。本艦の原則走行は、 水線部装甲が最大で三百五十六ミリメートルと同世代の列強戦艦に比べて装甲圧に優れ水線部装甲は高さ七点三メートルの装甲板が全長の五十七パーセントに匹敵する百四十点二メートルを覆う重防御であった。その反面原則における装甲板の装着方法はフットやネルソン級で採用されていた傾斜走行ではなく 時代に逆行して第一次大戦時まで用いられていた垂直走行に回帰したキング・ジョージ5世級の様式をそのまま踏襲している。イギリス海軍では建造時における走行板取付工事の複雑化を嫌ったと説明されているが代償として被大軽視効果が得られないためにドイツ戦艦と同じく走行にかかる重量の割合に対し対談。 防御効果が少ないという欠点を抱えるに至った。前後の隔壁の装甲圧は 299mm から 249mm 装甲が張られた。原則防御は水線面から主艦パ板までの広範囲に張り、これを主艦パ板の末端部と接続することにより、船体の大部分を敵弾の侵入を防げるという強固な防御形式を持っていた。 水平防御は弾薬故上面部が 152mm、機関部の上面部が 127mm であった。また、その防御構造もアメリカ・フランスのように主装艦板の背後に断片防御用の装甲艦板を持たないため、敵弾が主装甲を貫通した場合や貫通しないもののショックで主装甲板の裏面が砕けて散した場合に、 居住区や機関区を守るものがないために二次被害が生じる可能性が高く防御として考えた場合に不十分なものであった。この時期においてもイギリス海軍は水中防御に関する考え方が古く効果的な水中防御を考えていなかったとされる。第一次大戦後各国で水中弾効果について研究が進められた結果日本海軍の山和型 アメリカ海軍のサウスダコタ級、フランス海軍のダンケルク級以降の艦は傾斜した水戦防御装甲を水戦下まで延長する工夫が見られたが、本館では水戦部では 356mm があった、走行圧は水戦下では 112mm にまで薄くなった上に水密区画の上端で水戦装甲は終わっており、そこから先の水雷防御は細分化された。 空層区画で燃料タンク土の液層区画をサンドイッチする計4層で浸水を受け止め、そのうち外側の1層を艦底部まで伸ばして二重艇と組み合わせて耐水雷防御とする構造をとっていた。これと強化された注水、排水システムで魚雷に対しての防御は最適とされているが、水中弾への対策はなきに等しく、本艦の防御は旧来のデータで作られた。 ドイツ新戦艦と欠陥を持つプリエー式の異階想戦艦、ちょうど級戦艦を除けば十分とは言えなかった。この構造は実戦において、プリンス・オブ・ウェールズがタービン軸近くで炸裂した魚雷により、当初の水中防御の想定よりも、はるかに劣る策略で、水雷防御を破られたという結果に終わった。戦訓調査では、最終的に水中防御区画の重心、 幅が不足していると判定されている。イギリス海軍は戦訓をもとにして、第四級及びバンガードでは、水雷防御の見直しが行われ、水線部に近い箇所の幻想の廃止や防御区画の細分化によって、一定の改善を行ったほか、タービンシャフトの内軸と外軸の長さが、キング・ジョージ5世級が10.2メートルだったものが、本館においては15.7メートルと話すことにより、 被害拡大を防ぐ工夫を行った。だが、根本的な水雷防御の改良は行われずに、基本構造の欠点もそのまま、ヴァンガードの基本設計にそのまま受け継がれた。本館の基幹設計は、前述通りライオン級のために製造されたものを流用した。機関構成は、ライオン級と同じくアドミラリティ式重油戦勝3、同艦発揮とパーソンズ式。 オールギアードタービン4機4軸水のままであるが、機関技術の発展により、ボイラー温度を750度まで引き上げられた。また、本艦は、重量軽減のために巡航タービンを廃し、更新用ギアを内蔵した、複流型低圧タービンと、高圧タービン並列に配置した二動構成となっている。機関配置は全球と同じくボイラー室、タービン室、ボイラー室、 タービン室というシフト配置を引き続き採用している。機関部は重角壁によって左右に分かれており、ボイラー室には一室あたり、ボイラー2基が設置され、左右で4基、前後の4室で計8機を配置していた。推進用のタービン室も4箇所に分かれており、監視側のボイラー室の背後に、外原軸を推進する、ギアードタービンが左右に1機ずつ、計2基が配置され、 後部ボイラー室を挟んで、完備側に、内側の2軸を進むする、ギヤードタービンが、縦角壁を挟んで、左右1機ずつ、軽2軸が配置されていた。タービン軸に接続されたスクリューは、当初の設計では3枚翼であったが、公試み中に激しい振動を起こしたために、再度ドック入し試行錯誤の末、内側の2機のみ5枚翼へと交換して、振動を抑えた。 スクリューの直径は、外軸も内軸もすべて4.5メートルである。外観上での変更点では、ボイラー4機あたり、煙突1本が担当し、計2本が直立した形状で建てられた。前級のキング・ジョージ5世級では、環境形状に起因するバイエンの逆流が起きた、経験か、本館においては、煙突の先にファンネルキャップを装備して改善していた。その性能は、 船体の大型化に伴う重量増加で排水量が2000トン増加して通常ならば速力が低下するところであるが本艦は大やけ試みで最大出力 136000hp で速力31.57ノットを発揮し満載排水量状態で 132,950hp で速力30ノットを出しているそのため実用最大出力は全球の十一万 HP から2万 HP 増加の13万 HP となり、実用最大速力も全球の28ノットから29.5ノットにアップしている。また、巡航速度は全球の10ノットから12ノットへ増加したが、機関の燃費効率も向上し、燃料タンクの大型化もあって、航続距離は7000回りから6660回り程度と、速力増加に伴う、 後続性能の低下は抑えられた。補助機関は当初はターボ発電機6機とディーゼル発電機2機の設計であったが、先訓からターボ発電機は、指揮官が停止すると発電不能となるため、単独運転可能なディーゼル機関を増加し、それを分散配置することによって被害を極限化することが現場より求められ、設計が答えた結果として本館は480。 キロワットターボ発電機4機と450キロワットディーゼル発電機4機の構成へと変更された。各発電機4機を2機ずつ前後にシフト配置することで被害の極限化を図った。主発電機は3720キロワットを発電し、直流電源2 2 0トを供給した。しかし、その発電量は連合国はおろか、列強新戦艦の中でも低い部類に入るもので、 不十分であった。そのため、洋病機やクレーンの動力など日常で使用する、多くの動力を蒸気機関に頼らざるを得なった。強力な対空兵装、機関砲の数は充実しているため、問題が指摘された13.3センチメートル療養法を補えると判断された。後に、沿岸の三崎沖海戦での航空戦艦伊勢型の戦艦から、 妥当な判断と言えるや英国戦艦最速の速力、巡洋戦艦は除くなどは、他国戦艦と比較しても引けを取らない、立派なものであった。全球と比べて高揚性が優れており、米海軍との合同演習中、嵐に遭遇した、東艦は、米海軍のアイオワ級戦艦の半分ほどしか、動揺しない、安定性を発揮した。 対戦中に急増が実現していたならば非常に価値があったがゆえに、遅れてきた戦艦という名称でも呼ばれる。旧式手法の採用、あえてではあるが、や、列強国に比べれば、急増であるがため攻防面が劣りがちであると見られる。ものの、手法、対空法、走行、速度などの総合能力では全球のキング・ジョージ5世級戦艦を上回り、オーバーの葉をつけた。 心臓戦艦と揶揄もされるが、英海軍の歴代戦艦の中では最もトータルバランスが優れることから、英軍史上最良の戦艦という評価も受けている。建造は、ジョン・ブラウン社のクライドバンク造船所で行われた。海軍では1944年の完成を見込んでいたのだが、戦闘による損傷艦の修理や熟練工員の不足などから建造は遅延し、 ようやく巡航したのは、終戦後の1946年4月になった。収益後は、本国艦隊の機関となったが、戦闘に参加する機会もなく、英国海軍最後の戦艦は、王室専用ヨット的な扱いを受け、1947年に、エリザベス2世夫妻の南アメリカ訪問に際して、おめ主艦となった。1946年から1954年に、 かけて、長らく名目上の本国艦隊機関を務めた後、1956年に予備役に編入されて、練習戦艦として生涯を閉じた。なお、1960年公開の映画、ビスマルク号を撃沈せよ。では、戦艦ビスマルク役としても撮影に使用され、銀幕の中で、かつての仮想的の役として登場するという、数奇な巡り合わせとなった。 1960年に除籍され、8月にブリティッシュスティール社にて解体処分された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。